方をご確認ください。入ってます、大丈夫ですかね。はい、それではまずですね、教会員の展開の今日は採決になります。転入です。松田健先生、沖縄三育教会からです。まあもう4月から働いておられるんですけれども、まあ、いろんな手続きの都合で今日になりました。教会員の方ですね、松田健先生の転入に賛成承認してくださる方は手を示してください。はい、ありがとうございました。感謝します。安住寺学校からです。第4期の聖書研究ガイドの配布中です。ガイドが650円、ぜひお釣りのないようにご準備ください。まあ、本日はですね、10月生まれの方々の誕生日献金捧げていただきました。まあ、1年間また神様の祝福の中で、守りの中で歩めることができるように祈っております。礼拝直後、安住学校の拡大委員会役員会ですね、2階病院側です。小学校礼拝は安住学校を続き11時から2階ホールで行います。小学校礼拝は2階ホールです。コミュニケーション部ですね、12時30分から定例のミーティングをズームだそうです。ズームミーティングを行います。教会で参加なさる方は2階ホールの道路側になります。パスファインダークラブですね、参助献金日です。今ですね、コロナのために活動を控えておりますけれども、まあ、今後ですね、パスファインダーが続いているって本当に教会の大きな力だと思います。まあ、少しずつ増えてますし、まあ、子どもたち元気でね、教会大好きになって聖書を学んでおります。まあ、楽しいひとときを送れます。皆さんの協力よろしくお願いいたします。青年会、これも金曜日によるですけれども、教会2階のベスパーで行っています。リモートも含んでおります。で、講演会ですね、もう1週間経ちましたけれども、まんじゅうのような22の聖書の話ですね、3日から始まっております。今日も礼拝説教もなさってくださって、まあ、夜の7時からの、講演会も河原先生です。どうぞ先生のためにお祈りください。よろしくお願いいたします。そして見逃した方もですね、 YouTube で配信してますので、もうちゃんと先生の、1日目からの話がありますので、それでご覧になってください。クリスマスの夕べは本当にこれ残念ですけれども中止になります。ネット配信もできません。で、毎回発表しておりますけれども、教会に出席される方々は次のこともお守りください。必ずマックスを着用する。まあ、私は前をこう開かってですね、距離を取っております。まあ、これ終わったらマスクをいたしますので、よろしくお願いいたします。検温、問診、手洗い、密集を避け、指定された席、教会の飲食は禁止、飛沫感染のリスクを軽減する行動、そして帰るときも手洗い。まあ、今日は夜の講演会もありますので、残る方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、終わりましたら少し話して帰られてください。よろしくお願いいたします。書籍はですね、秋のサインズ月間です。来週の安息日が終了です。まあ、できるだけ今日中に注文していただければと思います。で、カレンダーですね、ちょっと今出してくださいますかね、出ましたね、2020年度のカレンダー、毎年いいカレンダーなんですけども、特に今年はまた素晴らしいですね。山地先生の書があって、背景に自然界があって、まあ、神様の素晴らしさを確認することができるんですね。ぜひ1年間使っていただいて、また御言葉は力ですけども、もう一回それを見ていただくのもいいかと思います。どうぞ、カレンダーですね、書いてます。購入時間は10時30分から11時、礼拝後の15分ですので、よろしくお願いいたします。それではただいまから礼拝賛美に入りたいと思います。